いらっしゃいませ。こんにちは。お友達が登録1000人になったので、記念品を買いたいんですけど。1000人登録ですか。おめでとうございます。当店は1000に関する商品のみを一律1000円で扱うお店ですので、うってつけかと。どんなものがありますか？はい。これなんかどうでしょう。これは、シーセン武田です。ビタミンドリンクのサイズ大きない？特別に1000ミリで仕入れさせてもらっています。何その特別仕様。他にもこんなものがありますよ。千の利休。千の利休？もしかしてお茶を立てたワンとか？千の利休が立てたヤクルト1000です。立ててるか？そもそもお祝い品なので、何か形に残るものがいいかなって。ああ、そうですか。そういえば、C 千武田、1000ミリで販売したらビタミン C 1000ミリグラムじゃなくなるんじゃ。別の商品お持ちしますね。これは針千本のウニやろ？これなんかどうでしょう？千と千尋の神隠しの DVD？ ちょっと普通かな？今からお前の名前は千だ。の部分だけ千分耐久です。拷問やないか。頭おかしなるて。千の風になっての。千の風に。の千分耐久もありますが、他のないですか？てか千分入る CD とか DVD って何？これは千里眼やろ？これなんかどうでしょう？川崎バイク忍者千。バイクが1000円？逆に怖くない？もしも1000年前にあったらこんなの。バイクの概念は残せ。他。と、これは1000分測れる砂時計やろ？これなんかどうでしょう？1000円札1000円引き換え券。何ですかそれ？1000円札ですか？いえ、引き換え券です。どう使えるんですか？1000円札と交換できます。おいくらですか？1000円です。1000円の引き換え券を1000円で買ったら1000円と交換できるということですか？そういうことです。気色悪いので下げてください。世界一無駄なやり取りをしてしまった。英語の教科書みたいな口調で。他ないんですか？なんか特別感のあるものとか。これは千枚刃のカミソリやろ？さっきから裏で触ってるやつの方がすごくない？スルーしたけどさらっと千里眼打てなかった？あ、特別感といえば。おめでとうございます。え？お客様に記念品の贈呈がございます。すっかり忘れておりました。記念品？なんで？当店ご来場。え、もしかしてちょうど1000人目？1012人目のお客様でございます。そここそ1000でええやろ。動画最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。